切り替えた。ショーの伝説任務をやろう。報酬あるから絶対開いちゃうね。ほんまそれなんよ。いやすごいいい、ちゃんとこう考えとるなと思って。大事よねそういうところ。なんかすごい細かいとこだけどさ、で別になんかそんな大したもんじゃない時もあるけど、アイテムとかね。でもなんかやっぱ何もないよりは絶対いいもんね。必ず何かつけてくれてるっていうのがなんかありそうでないよね、そういうのって。大事なことだなぁと思う。あ、でもこれもうちょい近くから行けた？あ、これよくやるんよ。一番引きにしてたら、マップで引きにしてたら、あのワープポイントが見えないっていう。あれ近くにねえなぁとかと思ってたら、よくやっちゃう。なんかヒルチャージの亡霊みたいなのがおるんだけど、あのなんか影みたいなの何なんだろうね。あれがあるやつとないやつおるじゃん、亡霊的な。このあの黒いの何なん。オイラの気のせいか、あのヒルチャージはなんだか変だぞ。これイベント用なんか、あの稲妻でもさ、武士でああいうやつおるじゃん。あれ亡霊なんかなと思ったんだけど。これまで見てきたヒルチャールも魔物ではあるけど、あんなの見たことない。アンケートでボートの移動が遅いし、スタミナゲージがストレス言ったのに、雷でボート出てきたけんなり。めちゃめちゃいい意見入れてあげてるの。そう、あんなスタミナゲージいるんかなと思うよね。ボートに人間のスタミナ関係なくねと思うけど、スタミナつける意味あんまないと思うんだけどな、あれな。あ、この辺りって防御旅館の近くだよな。お客さんに被害が出たら大変だ。見た以上放っておくこともできないし、退治しよう。やるか。やあ、任せてください。運命の。はっ、よっ、ほっ、逃がさない。はっ、よっ、よっ、ふっ。この邪気まみれのやつら、普通のヒルチャールより厄介だぞ。おい、あっちを見ろ、人がたくさん集まってる。なんだこの仮面は。あの仮面のやつ見たか。あいつの周りにいたヒルチャール怯えて逃げてったぞ。ショーと同じ仙人ってことか。言われてみればショーも同じような仮面をかぶってたことがあるな。さっきのあいつのやり方、なんだかショーよりも仙人っぽかったぞ。話を聞いてみようぜ。たたえよう。敵が強くて倒しにくいはやりがいなんだが、移動が遅いとか読み込み遅いはストレスでしかない。ああ、わかるな。読み込み、あの、このチーム編成の時の読み込み、あれどうにかならんかなっていつも思う。チーム変えたくないんよ、極力あれがあるから。やっぱ難しいんかな。こんにちは、オイラたちは。礼には及ばぬ。魔を退治し世を救うは仙人の本分。言及する価値もなし。おっと、君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者のものかと。なんでこれネチネチした喋り方なの、この人。オイラはパ
ほど。では我が輩も名乗るのが礼儀であろう。もういいよ。我が輩は達成革新天君。信者たちには精神天君と呼ばれている。世を救うため下界に降りてきた。ここで会ったのも何かの縁。願いがあるなら我が輩に行ってみるがいい。なんでこの喋り方の。お前人の願いを叶えられるのか。おいらはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。天君は神君よりも上の戦意だからな。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。信者に我が輩のことを聞いてから判断するといい。なんか雑魚臭がすごいんだけど、だい強いんかなほんまに。こいつ好き。トマトデューさんいらっしゃい。中二病こじらせすぎた男の名前なって。もうなんか嫌な予感しかしないなこいつ。雑魚臭がほんまに。精神天君様を見たか。本当に神々しい。ヒルチャールはでも追い払ったんだよな。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑うやつはいない。あれは正真正銘の仙人だ。ヒルチャールもグルなんじゃない。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな。不ぼくろのものとはまるで違った。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもしれないが、とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の病もきっと治る。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろ。絶対やばいわ。明らかに騙されとる人だもん。精神天君様がいれば戦艦軍なんていなくてもいいだろう。私は商人なんだが、以前仕入れた商品が非常に高価なものでな。その時精神天君様に同行を依頼したんだ。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中魔物の影も形もなかった。依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しがたいものかもしれないが。中二病って何ですか。中二病説明難しいよね。なんていうん、なんか中二病なんていうん、なんていうんかな、なんかあれが戦法なんていうんかな、どう言ったらいいのかな。なんかアニメの世界観に染まりすぎた中学生みたいなおるじゃん。なんかもう呪文使いたいみたいな、でそのキャラになりきってるようなやつ。アニメの世界から帰ってこれなくなってきたよね。まさにそんな感じよね。神君様を疑うんですか。まあ明らかにもうフラグ立ってるよねこれ。あいつは本物じゃない。オタクですか。もうオタクの一種ではあるけどと思うけど、なんて言うんだろうね、なりきる、なんてもう その世界観に染まっとるよな中二病の人は。うまく一言で表現できないけど、なんかもうその世界の中のキャラになりきって普段から生活しとるような感じの雰囲気。例えるならで中学生がさ、そういうの憧れがちじゃん。でその中二とこの中二って違うんだろうけど、そう。でもその中学生時代そういうの憧れがちなんよ。んでそういうやつよ。そういうやつ、そういう友達おらん、おった、俺んとこにもおった。うん、あ好きなんだなっていう。なんかああいう魔法少女系のやつとか、なんか何なんか、あなんていうの、 RPG のアニメ化したようなやつのやつとか。なりきるん、そう、必殺技とか使えるんそいつは。そんな感じのやつ。毎日が
希望に満ち溢れている気がします。あなたたちも精神天君様の信者ですか？婚約者が蒸発してから毎日が辛くて、精神天君様の戦法を試したんです。彼の肖像画を燃やした灰を日の出の瞬間海に吹き散らすんですが、そしたらなんだか彼が私のところに帰ってきた気がしたんです。本当です。あれは絶対気のせいなんかじゃなかった。ですので持参金をすべて精神天君様に捧げました。だって彼が夫を帰らせてくれていなかったら、こんなお金持ってても何の意味もありませんから。切ないな。まあでも本人が幸せなんだったらまあいいんじゃないかなと思うけどね、こういうのに関しては。どうだった？信者だから多少誇張してたとは思うが、全て本当のことだ。私の周りの近所の友達近所の友達はいないですね。まあやっぱ若い、やっぱ中学生とか小学生とかその辺がやっぱ憧れがちよな。原神で言えばフィッシュルってキャラがその類いなんで、ストーリー進めたってみてください。フィッシュルゲットした。でも確かにもうその匂いしかしないね。ストーリーまで見れてないけど、自分が中二病の可能性あります。なんていうんかな、その客観的に見て、なんていうん、客観的に見てそうセリフっぽく喋ったりとか、なんかアニメの中のキャラみたいな喋り方、あつ森のキャラクターにかなりなりきってます。中二病であつ森のキャラになりきるって相当あれよ、レアなあれよ。あつ森で中二病って言われる、それ新しいよ。逆にだいたいなんか何系なんかな、何系が多いのかな、なんかやっぱ魔法使える系、今だったら呪術廻戦とかその辺になるんじゃないの。集まり会集まりちょっと違うよね、中二病のこのジャンルとして。なんかこう呪術廻戦とか、昔だったらスレイヤーズとか、スレイヤーズメジャーじゃないんかな、なんだろうな何が近いんかな、何が分かりやすいんだろう。セーラームーンのキャラクターになりきったりとかよ。アニメはほとんど見ないので知らないです。そうなの。セーラームーンのキャラ、主人公になりきったりとかよ。で、それで喋る。普段から。君も冗談が好きだな。昔、偉大な仙人がいてな。漁師と呼ばれていた彼の言葉にこんなものがある。万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。若い人ですね。まあ中二病っていう文化自体が多分昔はそんななかったんじゃないかなと思うもんね。周りが笑えないぐらいアニメゲームの世界に染まってしまったら発症かな。なんかやっぱ客観的に見てこういわゆる痛いくらいの人みたいな印象よね、中二病って呼ばれる人は。そうちょっとドン引きしちゃうくらいのっていう。15年ぐらい前には言われてたはず。だけどなんかそう、それこそその昭和とかその辺にはなかった文化だと思う。それこそコスプレとかさ、コスプレも中二病の延長線なのかな、あれはまた違う文化なのかな、まあ、ちょっとその辺考え出したらちょっとキリがないけどさ。つまり彼らの願いはすでに実現に向けて順調に進んでいる。わかったかな。さっぱりわからない。簡単に言うと、あいつらの願いは叶ったってことか。
そういうこと、賢いな君は。そういえば、もう一つ疑問が。なんだい？言ってごらん。我が輩は世を渡り、善行で世を救う。面倒事が起きないよう正体を隠しているのさ。なるほどなるほど。では二人の願いを聞こうか。それはきっと悲しい過去があったのだろうね。ゲームは配信レベルの人でしょうかね。あ、中二病。あ、でも、ゲームで配信レベルでやってる人を中二病とは言わないからな。で、オタク、単純にあの、秋葉系のオタクとかおるじゃん。で、それ、単体で必ずしも中二病かどうかって言われると、そうじゃない場合もあると思うから、ニュアンスが難しいね。中二病って確かにそう言われてみると。いいだろう。その願い叶えられなくもない。ただ、少し…少し…なんだ？先導は五星に従う。もし我が輩の意図がわからないのなら、願いを叶えることはできない。どうしよう。何言ってるかさっぱりわからない。なるほど。仙人に助けてもらうには、それなりの対価が必要だってさっきの信者たちも言ってたな。でもオイラたち、あまりお金になるものは持ってないぞ。お前は神の目すらないし。あ、オイラたちで美味しいものを作ってやるのはどうだ。そうだ、美味しいものを作ろう。これなら絶対にいけるぜ。じゃあ早速万文集社に行って何か最新の流行レシピを探そうぜ。お、ゲームいっぱいやってるかどうかよりアニメやゲームのキャラになりきってるみたいな。そうだね、そんな感じだね。だいたいわかりました。やっぱ中学生くらいの若い人を対象にした言葉ですね。フィッシュルどこ行った？こんな感じよ。あ、これ喋れ。別の天中中に分け与えられた楽園エデン。これ。これ中二病だな。これ中二病。これ中二病。普段からこういう人おるじゃん。若い子で。あんな喋り方の。え、どうしたっていう。周り見えてますかって。お、聞こえてますかっていう。こんな感じ。普段から。これ中二病。中二病、これはこじらせてる。うん。中二病ってどんなんですかって言われたらこんな。別の天中中に分け与えられた楽園。この動きもね、こういう動きもしたりするよ。なんていうんかな、なんとも言えなくない？あはは、面白い。なんとも言えなくない？これをどう説明したらいいかよくわかんなくない？これをキラーンってなる。本人には見えとんだよな、あのキラーンっていうのが。あんなん、中二病って何ですかって言われたら、フィッシュルですっていう。フィッシュルですって答えるのが早いな。あ、答えを導き出してくれたわ、フィッシュルが。あれだな、あれはもう中二病の塊だな。あ、現実の世界ではあんな感じの人よ。普段から、あ、友達と喋る時とかにも、まあ、ああいう感じ喋る。コスプレの会場になりきりでやってるのはセーフだけど、ジョージあれは。そうね、コスプレの会場でやってるのは OK、 なりきってるのは。だけどなんかそのやっぱ学生時代に教室でああいう感じの立ち振る舞いをしてる人ってやっぱりおったんよ。で、イケてるグループにドン引きされとった。ああ、
釣りはいらない。あら太っ腹、感謝するわ。あいつなんとかかんとか神殿くんじゃないか。なんでこんなところに。さっき五方戦衆夜叉六って本を買ってたみたいだぜ。確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が自分に関する本を買ってるんだろうな。え、そうなのか。どこが怪しいんだ。あ、確かに他の仙人はみんな欲がない感じだったな。ふむ、どうやらあの本の内容を確認する必要があるな。何か手がかりになるかもしれない。こんにちは。五方戦衆夜叉六って本は売ってくれないか。あら、そんな古い本いつの間に人気が出たの。若い子が好きになるなんて珍しい。そこの本棚にあるから探してみて。うん、本棚。あ、俺もう拾ってないかな。ここでなんか以前拾ったような。あ、違うか。あ、違うわ。拾ってたらもう進むはずよな。本棚だろ。あれ、え、本ってこれ全部任務アイテムなの。任務アイテム売ってんの。浜風にさらされまくる本屋さんし、確かに。五方戦衆夜叉六。五方戦衆夜叉六。あ、こんなとこ入れるんだ。こっから話しかける。こっから話しかける。え、売ってないよな。五方戦衆夜叉六は売ってないよな。持ってない。え、俺持ってない。あの本棚からなんか本をゲットしたような気はするよ。ないか、さすがにないか。見つけ出す。あ、これだ。あったわ。これだ。早く何が書いてあるか見ようぜ。ただの石にした。太古の昔、リーユエは正気に満ち魔にあふれていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟を撒き散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は仙人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは御法のため殺生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、殺生に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ
魔物となるが、最も強かった5人の先週夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、1人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔耐性ただ1人。そして彼の姿を覚えているのは、幸運閣に照らされる月明かりと敵火臭の笛吹きだけとなった。これはリーユエを守っている先週夜叉たちに関する本みたいだ。なんだかリーユエにある歴史書じゃあまり見ない内容だな。何か気になるところはあったか？本に書いてあるのは、魔人戦争時期に敗れた魔人の怨嗟が疫病や怪異や変異を生み出すとかなんとか、どれもヤバそうな災難だぜ。あ、もしかして前に見た全身邪気まみれのヒルチャール、もしかしてこの本に書いてある変異じゃないか？本の中では魔人の怨嗟と千年争った夜叉たちですら圧勝に陥るって書いてあるぞ。魔人の怨嗟に汚染された夜叉が考えもつかないような恐怖、不安な苦痛に苦しめられる。リーユエを千年も守って見返りがない上にこんな苦痛を味わうなんてかわいそすぎるぞ。先週夜叉の魔物になったやつといつか戦うことになると信じてる。そのフラグなのかな。おう、夜叉は全部で5人いたけど今生き残ってるのは1人だけだ。ひょっとしてあの天君と何か関係が？でもどう考えてもあいつじゃなさそうだな。こんな苦痛あいつには耐えられそうにないぞ。おう、この本の大事なところはもう全部見たな。あの邪気を帯びたヒルチャールの正体、それにあの天君と夜叉の関係がこの事件の要だと思うぞ。もう一回現場に戻って確認する必要があるな。霧に包まれた謎を明るい真実で照らしてみせるぜ。実はオイラ、あいつが本当の仙人であってほしいんだ。だってあいつの魔を退治する力は本物だったからな。ピュアだ。でも期待が大きいほど失望も大きいから事前に調査する必要があるだろ。じゃあ防御旅館にもう一回行ってみようぜ。信じようとしとる。ピュアだなパリモン。やっぱ大人になるとだんだん状況で見るようになっていくもんな。こう目の前のことよりもな。シンくん様を疑っているのですか。状況を見ると怪しいよな。またヒルチャールがおるけど、どんだけ絡まれる。我が輩に従え。またやってる。だ、女始末で何回やるよ。退散。おやおや、タイさんもベルニエ、ベルニア、ベルニア。しまった、天君がなんかヤバそうだぞ。近くに人もいるし、オイラたちも加勢しよう。やっていいのは完全に完全にヤバいことになってる。
わってなかった。めちゃめちゃ燃えてますけど。そんな。めちゃめちゃ燃えてますけど。近畿滅却の札が効かないなんて。ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか。近畿滅却の札。なんかどこかで聞いたことあるような。そうだ、それだ。仙人の目印だから、きっと仙人の力が残ってたんだ。あれを使って魔物を退散させてたのか。え、君たち何を言ってるんだ。これはただ昨夜眠れなくてだな。仙力がまだ目覚めていないだけだ。もう一度チャンスをくれれば。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったの。今度は任せてもいいか。我が輩は体調が優れない。さっき戦力を使いすぎたせいかもしれん。そうでなければこんな夜間ごとき。仙人そんな危うい。やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。旅人、オイラたちで追いかけよう。元素資格を使えば追跡できるぞ。体調でそんなヤバくなるの。シンくん様は体調が悪いだけなんだよ。体調悪くてヒルチャールすら倒せないのってやべえよな。やべえよあいつは。あいつはやっぱやべえよ。コウマ大聖じゃないか。お、やっと出てきた。あのヒルチャールたちが簡単にやられるわけだ。本物の仙人に話を聞いてみようぜ。お前たちか。お前たちのことはよく覚えている。ここ一帯で妖魔に疲れたものを片付けていたんだが、どうやら邪魔したようだな。あれ、なんだか素直になってないか。ここで妖魔退治してたのか。邪魔なんかじゃないぞ。この魔物が変異したのも我を取り巻き我を汚染する合掌の仕業だ。変異合掌。あれ、もしかして。確か小には五宝夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうだ小。ああ、数百年前のくだらない物書きが書いたザレ言か。諸行無常、一切皆苦、同情と涙は夜叉の意志には必要ない。我の亡き同志たちも後世に語られるために戦ったのではない。ごめんなさい。構わない。まだ邪気が強くなってきている動点がある。もう行く。おいらたちも連れてってくれ。絶対役に立つから。必要ない。我は一人で行動する方が好きだ。それに変異の原因が我であっては。さっきのお詫びに。ダメか。ついてこい。じゃあずっと長い間ご師匠の苦しみに耐えてきたのか。苦しみは代価、接合を犯した償いだ。覚悟はできている。ただここ数年合掌があふれ出し聖者にまで害を加え始めた。我は反省しなければならない。間違えた。準備ができたら行くぞ。あの妖魔たちを長く放っておくわけにはいかない。
78。まあまあいるな。まあまあいるやん。70、70、80、80いけるかな。まあまあいるやん。だいたいどうにかなるか。純粋精霊が強いんやな。関係ないけど。ここの邪気はなんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使い、ここの御所を立つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。消えろ。おっと。任務特殊効果。この地に蓄積された魔人御所の影響で、ショーは西洋何なんとか状態を維持することができ、ヒットポイントが持続的に失われます。敵に攻撃を与えた時にヒットポイントを回復。はあ、あ、本当だ。どうなってんのこれ。あ、普通に殴ってれば終わんない。くだらない。逃がさぬ。おのれ。邪魔するな。どんどん出てくるな。ひゃっ、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 無駄だ、ひゃっ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 、周りが全然見えんわ。いや、おる。専用ナブ。危ねえ、危ねえ。それが、御法夜叉に与えられた力なのか。足場が見えんの。ショーは、魔物の前でだけ仮面をかぶるけど、あ、ぶなかった。革新天君はいつも仮面をかぶってるよな。達成革新天君、そのような名は聞いたことがないが。恥知らずの嘘つきだよ。この話はまた後で。まずは戦いに集中しよう。ジャンプ力すごっ。うん、行くぞ。無駄だ。くらえ、知れ。くそ。邪魔するな。やめない。で、こっち。うわ、危ない。ちょっとジャンプ力ありすぎて危ない。え、あ、え、足場あんのこれ。足場あるんだ。あ、一応足場あるんだ。ジャンプ力ありすぎて怖いんよ。
よいしょ。ちょっと急がんと。急げー。ちょっとザップから行こう。いや、やばい。危なかった。ん？あ、そうか。ジャンプ力高いのか。ここだ。どんどん来てもらわないと困るよな。行くぞ。先行くか。行くぞ。OK。妖魔に疲れた奴がこんなに。少しでも遅れてたら。大変なことになっていた。危な。翔くんかっこいい。制御鍋だっけ。スリップダメージで死んじゃう。ここ危ないよね。さっきお前たちが言っていた達成革新天君とは何者だ。おいらが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人である将には願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには老せずして得ようとする者はいなかった。数千年前のリーユエの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。おいらまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。そうだ、あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの手から回収する。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。オイラたちを騙したあいつを懲らしめてやらないと。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。ショウが手を出せばもう二度と仙人を名乗れないと思うぞ。いや、我が撃つのは妖魔のみ。人は殺さない。いや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。これを
行うには儀式をする必要がある。悪いが航路を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。温度を下げられるもの、あ、無氷花とかがいいんじゃないか。でも航路と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェイの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われていたものが残っているかもしれない。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。やり方、俺にもできるのか。取り逃してはないよね。よいしょ。動きやすかったな。ショー。めちゃめちゃジャンプ力あったな。でも普段の感じで、だああいう場所ってさ、なんか掴まれないじゃん、壁とかに。むずいよね。螺旋でお世話になっております。あ、持ってんだ、ええな。動きやすいな、あれは。ショーが言ってた。川の流れに乗れば魂も揺らぐ、浮世を仰ぐ扇子のように。うわ、ごめん、邪魔しちゃった。これはこれは珍しい。寺に来ても仙人を求めず神も拝まない。欲しいものは香炉と来た。無礼なのは承知だ。本当に少し借りるだけだから。無有諸教法の儀式に使うんだろう。なんで知ってるんだ。私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ、持っていきなさい。人のために善行をなすのも工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。私のことは気にするな。欲しいものを好きなだけ持っていくといい。もらってこう。どこにあるんだ。これか。この航路良さそうだぞ。少なくともこの寺ほどボロボロじゃない。航路の後は近くにある七星塔を集めようぜ。七星塔って何。この近くにあるこれ、あ、これ。あー、なるほど。で、その2個か。はい。使えそうなものは全部持ったぞ。行く前にあの人に挨拶していこう。そういうとこちゃんとしてんだ。そういうとこちゃんとしてる人は嫌われないよね。取ったらすぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。
私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのはプセール警報によって作られた幻影さ。たった今君たちがプセール警報に使っていたコールと七星刀を持っていったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。私はもともと夜叉の一人だった。元王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね。現代のリーウェイがどうしても見たくて武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで君たちは高魔体制のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。それとその濃い合掌の気配も。そうか、数千年も経つのに彼はまだあの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに。道尺さんだってリーユエのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、高魔体制が追っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道尺さんすまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。プセール警報の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で、ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び夜が狩る。死ぬな。もう完全に消えたのかな。道尺って夜叉がいたこと人々にも知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたらまたここに来て証拠をあげよう。遠いんかいね。そこ中途半端な、ここから行こうか。1000人なのにもキャラが運動道尺さん。いやほんまにコピペしたような、なよくあるやつよな。よく使われるタイプの、どっかで見たことがある量産型、量産型仙人量産型だったな。オーラはなかったな。ここかな、それか、あ、ね、はいはい、うん、来ましたけど、あ、夜か、夜にせんねんけんのか。夜22時前は夜。あ、あの月のマークのとこまでやらなきゃいけんのかな。あ、夜になって夜。儀式に使う道具は揃ったか。この航路と七星刀、まるで先方のためだけに作られたものみたいだ。一体どこで手に入れたんだ。道尺さんがお前によろしくって言ってたぞ。道尺、あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道尺もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今のリーウェイを見て彼が安心できていることを願おう。では今から儀式の準備をする。航路を真ん中に、七星刀はその周囲に散らせ、極寒のもので点を結ぶ。準備ができたら我を呼べ。うん、それでいい。そしてここからが無誘諸行法の鍵。この術には4つの過程がある。健康、瞑想、呪文、厩舎。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は
絶縁の仙人が千年かけて悟り手にしたもの、その奥深さを軽んじてはいけない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂が体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。剣子、すなわち航路の上にお香を一本、岩王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に具現する。呪文、すなわち呪文をこう唱える。帝馬夜叉、三子往来、九叉、すなわち二体の夜叉彫像に一子放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃にあいつの魂がここに現れる。質問がないならさっさと始めよう。覚えてないといけんとかないよね。覚えとかねえか。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。普通に会いに行きゃいいような気がするけど。三子往来。夜叉の石像の腰が光ったぞ。二体の石像の光った場所にそれぞれ矢を放ったらいいんだな。矢を放つか。リオナさん、女大丈夫か。属性は別にいいよ。大丈夫だ。はい。ショーの言う通りに儀式をやったぜ。まあまあだな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここは、君たちはなんだか見慣れた顔だな。どうなってるんだ。体が軽い、ふわふわで重さを感じない。死んでる。そんなバカな。我が輩は防御旅館で気持ちよく眠っていたはず。そうか、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだな。これじゃ意味ないんじゃないか。ほう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩をどうしようと。よし、お仕置きだ。あ、ちょっと待って、このメンツで行くの？やばい。岩の重さは安心できます。呼吸問題ないのかな。ディル君なに、しつけが必要な魂。俺の信者はどこへ行った。やめてくれ、痛い。どういうことだ、本当に夢じゃないのか。怖すぎるよな。ストップストップ、わかった、もうわかったから。痛い。しない、しないさ。おかげで魂ごと消えかけたんだから。どれだけ運が悪かったら君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど、本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り民を騙し、妖魔も駆除せず、皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば必ずや地に落ちていたであろう。あ、私は、あなた様は、ショーのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。なお、
仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。あなた様が、本当にあなた様が、あの、まさか一生のうちに高魔大聖ご法夜叉ご本人様に会えるとは。翔のことを知ってるのか。もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃から高魔大聖の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍をしきりに集めています。しかしおじいさんの遺物から禁忌滅却の札を見つけてからは、初めは仙人を真似るのが好きなだけでした。しかしそんなお遊びも時間が経つにつれ、ますますと。そうだったのか。じゃあお前はショーのファンってことだな。ああ、駒大聖に会わせていただけたこと、ありがたき幸せ。私は本当に夢見心地のようです。オイラたち、そこまで考えてなかったけどな。今日、これを機に、駒大聖様の前で、今後一切の悪行をやめ、平穏に過ごし、仙人様の名誉を傷つけないことを誓います。その誓言、しかと受け取った。行くがいい。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今までリーウェにしてくれたことにも感謝を。あいつの最後の誓言、なかなか誠実だったな。これでもう悪さはしないと思うぞ。そうだ、禁忌滅却の札の回収がまだだったな。オイラたちに任せろ。明日の朝、防御旅館に行って本人から回収するぞ。で、回収して終わりかな。股間じゃないぞ、腰だぞ。矢を撃つ場所。間違わんかったかな。大丈夫だったかな。間違わんかったかな。大丈夫だったかな。禁忌滅却の札をゲットしに行ってくるわ。ここにおるってこと。防御旅館も読めんよな。あれを「序」って読む、普段使わないよな、あの漢字な。漢字が難しいわ、このゲームは。なんか公式のさ、 YouTube のこの原神の公式の動画でさ、なんかイベントだったんかなんかわからんけど、なんか PV みたいなのがあって、リーユエで、なんかよくあるじゃん。なんていうんかな。火がついた、なんか、明かりみたいなやつを空にいっぱい飛ばして、みたいな。あるじゃん。あのやつの、やつがあって、めっちゃ綺麗だった。あれ、リアルタイムでやってた人羨ましいなぁと思った。いいよね。ああいうのいいなぁと思う。達成革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。普通すぎ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す洗礼、誰のことだ。彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。禁忌滅却の札だ。久しぶりにこんな悪人に会ったぜ。長いんよ、こんな長いこんな長い必要あるっけ。長いな。そんなにお前に思い入れないんよな。この
長さの罪人いや反省しとんな。いやこれちょっと長いな。まあ反省したいうことやな。要はな。あ、金くれるっていう。残った修行に使えないものを、あ、じゃあ金以外でってことか。なるほど。なるほど。感動しない。滅却の札をちゃんと読んだ、と読んだ、ざっくり読んだ。長い。でもその関係性が浅いのにその長さは読めん。普通はな、普通は読めん。あれしょ、あとここを立ち寄ることあるんか。お、こんなとこに。めちゃ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 天気悪いけど。滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか。チコ魚の焼きを一つ。かしこまりました。少々お待ちください。あれ、今回は杏仁豆腐じゃないのか。ショーにしちゃ珍しいな。甘いもの好きという一面が。道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び用が狩る。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはクールに去るぜ。クールに去る。よくわからん。非常食置いていきます。非常食置いていくよ。パイモンが非常食扱いされるの結構好きなんだけど。こいつ好きなんだけどな。もうあれ根っからの悪いやつではなかったね。まあ、ちょっと可愛らしさもあり、うん、まあただ迷惑だったっていう。杏仁豆腐は昔見た夢に似てるから好きって理由だった気がする。ああ、なるほど。なんかクールな、こう、男キャラが甘いもの好きみたいなので、ちょっと、キュンとさせようとしようだよな。それが垣間見えるわ。これもう終わった。終わったんすよね、終わったんすよね、終わったね。あ、ちょうどガチャを引けと言わんばかりの原石が160。こんなことある。これはめっちゃええの当たるんじゃろうな。こりゃええの当たるんじゃろうな。このタイミングで160溜まっとるということは。来い。当たらず。どうでもいいの当たった。